い、ナサディです。よろしくお願いします。ウエストシェイパー始めました。ウエストシェイパーあんまり意味ないんじゃないかなとは思ってたんですけども、フィットネス大会の最高峰アメリカで行われるオリンピアのフィジークという部門で4年連続チャンピオンになっておりますジェレミー・ブエンディア選手という方がいらっしゃいます。その方が大会前にこういうシェイパーをつけてトレーニングをしてウエストのメリハリを出すっていうことを言ってたんですね。日本ですと先日 IFBB のプロになられたジン選手、この方も大会前はウエストシェイパーを身につけていらっしゃる。もう言ってみればダイエットのプロですよ。減量のプロがそういうことをやってるので何かあるかなと思って私も始めたんですけども、思っても見なかったというか、まああんまり期待してなかった効果が何個かありましたので、それをちょっとお話しします。本来ウエストシェイパーと言いますのはウエスト周りの矯正、まあ、くびれを作るためにちょっときつめのサポーターみたいなのをつけるんですけども、こういうものですね。こういうね、冒頭でもお見せしましたけれども、こういうものをつけます。はい。で、減量末期、ダイエット末期になってきますとかなりお腹減るんですよね。もう常日頃ハングリー、エンプティな状態です。そんな時にウエストシェイパーをしてますとちょっとお腹の減りが緩和されるというか和らぐんですよ。こう圧力がお腹に対してかかってるので、ちょっとお腹いっぱいになってる状態と勘違いすると言いますか、なのでそんなに食べなくてもお腹も満たされるというような状況が生まれます。これをつけて食事をしてると意外とお腹いっぱいになる、そんな効果があって、そこが結構いいんですよ。まあ、この時期になると本当にもう食べれないので常日頃お腹空いていますので、そこは本当なんていうんですか、こういうの棚からぼた餅っていうんですか、思わぬ収穫でした。それとあとは、まあ、これはダイエット減量が進んでいく時の目安としてなんですけども、ウエストシェイパーって結構これ締まってるんですよね。もうバッチバチなんですよ。これをつけた時にこの脂肪が上に乗らない、今もう脂肪がほとんど乗らなくなってきましたけども、ここの境目がスッとしてる、この感覚が来ると、ああ減量もだいぶいい感じで進んだなというふうになるんですね。これがあんまり進んでない時にこのウエストシェイパーをやるとこの境目見にくいぞみたいな、脂肪すげえなみたいな感じになるんで、でこれをつけてこういう風な感じになって、このねシームレスに、見た目触った感じもシームレスになってくると、あなんかダイエット減量もだいぶ進んだなという、なんか目安にもなると言いますか、そういう理由でもとてもおすすめです。はい、本日紹介しましたのはこちらのウエストシェイパーでした。やったことない方はぜひやってみてください。これで1000円しないぐらいのものでした。以上。よろしかったらいいね。今後が気になる方はチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。